その任務俺も一緒に行かせてくれ。いきなり何言い出すの。人任せになんかしてられっかよ。術者をやれば術は解ける。やっと見つけた元の世界への手がかりだろう。確かに。ばあちゃん、あなたたちの出る幕ではありません。俺からもお願いします。ミナト、ご心配なく、必ず手月の書は持ち帰ります。わかりました。ありがとうございます。驚いたわね。その、まさかあんたの両親が。ふざけやがって、まだのやつ。よりによってあんな偽物まで。そうね。一刻も早くそのなんとかの書ってやつを手に入れて、こっちのまだら倒して、こんな世界さっさと抜け出してやる。死んだ人が生きていて、いないはずの人がいる。ここってどういう世界なんだろう。ナルトの両親も生きてたし、あいつ今何してるのかな。出てきなさいメンマ、ご飯だって言ってるでしょ。いいからほっとけっつってんだろ。偽物なんかと慣れ合ってられっかよ。この私に逆らおうなんて100年早いってばね。やめとけってメンマ。母さんには赤い血潮のハバネロって異名が。ご飯食べるわよね。ね、はい。ごっそさん。メンマ、汚れ物運んじゃって。自分でやれば。機嫌悪いね。さくらと喧嘩でもした。珍しいね、そんなの引っ張り出して。いいだろ別に。昼間の話、なんでばあちゃんに取り持ってくれたんだ。だって何か訳があるんだろう。うちの息子は理由もなくダダをこねたりしない。違うかい。なんだよそれ。ま、親子だからね。よしみんな、張り切っていくぞ。張り切れるか。休みなしの連続任務はきつい。青春はとうに過ぎた。そう言わないで頑張ろう。まさかの逆キャラ。なんて顔してんだってばね。さては英雄の子の前でいいとこ見せようって気よって。俺に触んな。なんだってばね。
反抗期？ねえ、いくらなんでもあんの？いいんだ。俺はメンマじゃねえからな。ナルト。礼を言うぜ。お前のおかげで美獣を見つけることができたんだからな。この世界で俺の知らないことはない。その上で忠告してやる。近いうちにお前は危機にさらされる。終月の書のことを言っているのか。すでに敵は動き出している。そうか。修月の書があるのはこの先だ。先生も当然何か仕掛けてきてるだろうからね。カカシ、先頭に立ってシャリンガンで先を見してくれ。わかりました。と言いたいところですが、その張り切りすぎてずっとシャリンガンを出していたもので。君、本当に肝心な時にバテるね。あ、実は俺も休みたい。なんせ夜年並みが。仕方ない、少し休憩を取ろう。ねえ、メンマは？あいつ。ジンタル捨てられっかよ。あれか。遅かったか。メンマ、あんたって子は。発動してしまったものは仕方ない。俺たちは木の葉の忍びだ。ジライア先生が隠した巻物を受け取りに来た。僕はあんなことは知らん。わしら、すべてのものから守るように言いつけられてるだけだ。ガマおよび、俺の話を。交渉の余地なしか。仕方ない、切り抜けるよ。すごい数だってパム。これじゃ身動きが。ビリドーン、リトルエイシア。できるだけ傷つけたくない。ジライア先生と契約したガマたちだ。待ちなさい、メンバー。通してくれ、おやび。なれなれしい子供め。この世界じゃおやびも違う。だったら必ず組み立てて。なんで、あのガキどこなんだろう。愛のぼち。もう少しだったのに。くらえ。メンバー。クシナ。なんで、なんでこんなこと。俺は。下がって、メンマ。でもいいから、クシナのそばに。あとは俺がやる。時空間忍術と結界法人の合成封印術、これを解けるのは
俺とジライア先生ぐらいだろうな。ご苦労様。朱月の書は確かに受け取ったよ。大丈夫ですか？クシナは軽い火傷だそうだよ。でも俺が言いたいことはわかるね。ほっといてくれ。え？余計なお世話だって言ってんだよ。いい加減にしろよ。勝手に飛び込んできて勝手に怪我して、俺一人だったらあんな攻撃に何とでもなったんだよ。そんなわけにはいかないよ。どんな時でも守りたいと思う。理屈抜きで体が動いてしまう。それが親ってもんだからね。なんでそんなこと言うんだよ。俺が言ってることおかしいかな。そういうことじゃねえよ。なんで。もうこんな無茶はやめてくれ。出発の時クシナと話したんだ。この任務が終わったら君の常任願書を書きたいって。メンバー、いやークシナ、俺がもう叱ったから。あんたって子は怪我がなくてよかった。本当、仲のいい親子だな。これでジライアも安心するでしょう。では、すぐ討伐隊を出しましょう。これであの憎き仮面の男が倒せます。いいえ、しばらくは時を待たねばなりません。時？予言には続きがあります。この朱月の書が開くのは天空の月が朱に染まる時だと。その時まで書は厳重に保管します。せっかく書を手に入れたのにすぐ動けないなんてね。ああ、